こんにちは。大家さん専門税理士の渡辺浩二です。今日ですね、税務相談 Q&A、 子供を扶養していない場合の所得控除あるというテーマでですね、お話ししていきたいと思います。はい、では今日の質問内になります。令和2年から一人親控除ができたと聞きました。一人親控除は子を扶養していないと適用できないようです。子を扶養していない場合の所得控除はあるのでしょうか。こういった質問内容になっております。このチャンネルではですね、大家さんの税務相談の Q&A を一日一つずつですね、解説していっております。私が過去メルマガで書いてきた相談内容から厳選してですね、紹介していっております。よかったらチャンネル登録、高評価ボタンですね、ポチッと押していただければと思います。それからメルマガの登録ですね、こちらも概要欄から無料でできますので、こちらもぜひですね、よろしくお願いいたします。はい、では回答の方に行きたいと思います。一人親控除の要件というのは次のいずれも満たす場合なんですよということですね。まず一つ目ですね、一人親であることということで、結婚歴の有無や性別を問いません。事実婚にある同居人がいる場合には適用不可ですよというふうに書いてあります。それから2番目、生計をいつにする子ですね、子の所得は48万円以下であることがいることということで、お子さんがですね、いる、しかも扶養しているというような状況が必要ですよということですね。でさらに合計所得金額ですね、合計所得金額500万円以下であることということで、この3つの要件が全てないと受けられないということになります。ですから、一人親控除ですね、所得48万以下の生計をいつにする子がいるということが大前提ですよということですね。つまり扶養している子がいないと控除の対象にはなりませんということです。じゃあ扶養している子がいない場合の、別のですね、所得控除というのはあるんですかというご質問になってくるわけですね。でこちらに関しては、唯一ですね、唯一家父控除というものがあるんですよということです。でこの家父控除なんですけども、家父控除のうち次の要件に当てはまれば、子がいない場合でも控除が受けられるというものになっております。何かというと、夫と死別した後婚姻をしていないもの、または夫の生死の明らかでない一定のもののうち次に掲げる要件を満たすものというふうになっております。これ意図ろというのが2つあるんですけども、まずいいですね、合計所得金額が500万円以下であること。でろがですね、そのものと事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められるものがいないということですね。この意図ろ、両方満たす必要がありますよということになります。でこちらなんですけども、これ女性限定になるわけですね。もう子がいなくても控除ができるということになってきます。ただしですね、離婚の場合ですね、さっきは死別とか、生死が不明といった場合なんですけども、離婚の場合にはですね、子じゃなくても扶養親族がいるということが要件になってきますので、この点はですね、ご注意いただければと思います。このようにですね、一人親控除とかこの家父控除の要件、非常に複雑になってきますので、結構ですね、この適用が漏れやすいのかなと思っておりますので、ちょっとこの要件ですね、しっかりと見ながら漏れていないかというのをご確認いただければと思います。